大浜平太郎は、テレビ、東京報道局解説委員。同局の元アナウンサー。報道番組のニュースキャスターを務める。福岡県出身。東京都立南の高等学校、駒沢大学法学部卒業。1993年、アナウンサーとして、テレビ東京に入社。1995年より、ワールドビジネスサテライトのサブキャスターを担当。 2008年9月26日をもって長年出演した WBS を降板し夕方のワイド番組ファインのメインキャスターに就任。引き続きニュースファインの後継番組ニュースアンサーのメインキャスターを務めた。2014年3月31日からワールドビジネスサテライトのサブキャスターとして5年半ぶりに復帰2018年3月まで担当。 2018年4月から報道局ニュースセンター解説委員。同期入社は、ヤシオケイコ。東日本大震災発生の際、大津波警報発表に伴い、テレビ東京は震災報道に切り替わったが、ファインのためスタンバイしていた大浜が担当した。大浜は、北海道イブリ東部地震の際にも発生後最初のネットワークニューステージ番組ニュースモーニングサテライトを、 担当している。ありがとうございます。